トラブルに遭った時に落ち着いている方法。トラブルに遭った時、落ち着いて対処することは重要です。まず、深呼吸をすることで心を落ち着かせることができます。次に、状況を客観的に見て、冷静に判断することが大切です。怒りやパニックは解決には役に立ちません。そして、問題を解決するためのアクションプランを立てることも重要です。他の人の意見を聞くことで新たな視点を得ることができるかもしれません。時には、専門家の助言を求めることも忘れないでください。落ち着いて問題に取り組むことで、より効果的に解決できるでしょう。生きている限り誰にでも問題は出てきます。その時に落ち着いて行動することが重要です。例えばお金などのトラブルに見舞われた時などです。焦って行動すると、詐欺などに引っかかってしまいます。それを防ぐためには落ち着いて行動することです。その方法は、目の前に起きた出来事を目だけで捉えないことです。目で得た情報だけを考えると、焦りが生まれて心が乱れます。この時、その出来事の本質をつかめない状態にいます。なぜなら脳の焦りを生む部分でしか考えられていないからです。人間の進化の段階における古い部分です。それを防ぐには、簡単に言いますと、耳で出来事を感じていくことが重要になってきます。耳で、形や、光を感じるイメージです。困った時こそ、耳で音を感じ、それを捕まえて、イメージして映像にしてください。耳で聞いた情報をイメージするときには、自分の過去の膨大なデータもイメージの中に引き出されます。潜在意識に近づいています。そのようにすると、目だけで見るときよりも、物事がよく見え、客観性も増して見えます。違和感に気がつきやすくなります。出来事の本質に近づき、トラブルの核心が見え、感じられます。そうすれば、解決の糸口が見えてきます。耳に集中すると、心が騒がずに落ち着いていきます。心にざわざわと波が立っていたのが、ピタッと止まり、心の水面は静かになり、波紋一つなくなり、凪になります。静かな心で問題に向かえば、解決は近づき、大きなトラブルに発展することも防げます。トラブルだけではなく、悩みや迷いがある時も、同じ方法を試してみてください。聴力に集中して、悩みや迷いのイメージの中の音に集中してください。その音に意識を向けることで、イメージが膨らみ問題に対してのデータが増え、過去の出来事や、普段忘れていた記憶にも働きかけます。潜在意識に働きかけるきっかけになります。ぜひ、試してみてください。例えば過去の出来事の、相手の人の声、鳥のさえずり、街や、自然の音などを思い出そうとします。その時聞こえていた音を思い出そうとするとき、あなたの心は落ち着いていると思います。潜在意識に働きかけている状態です。心が無になっています。脳の記憶を呼び戻す部分が働いているからです。耳に意識を傾けると、心は落ち着き、潜在意識に働きかけます。そのような心でいれば、違和感にはすぐに気がつきますので、詐欺などに騙されることには事前に気がつくと思います。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。